全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。この動画を見ている人の多くはうつ病で苦しんでいる人、もしくはそのご家族ですので、抗うつ薬は普段から身近にあることでしょう。その抗うつ薬ですが、他の病気にも効果がある可能性が分かってきました。それも悪性の脳腫瘍にです。岡山大学大学院の松井教授らの研究グループが、ある種の抗うつ薬が悪性の脳腫瘍に治療に有効だとイギリスの科学誌に発表したのです。悪性の脳腫瘍は他のがんと比べても抗がん剤による治療が難しく、中でも抗がん剤は5年後の生存率が数パーセントと非常に恐ろしい病気です。そこで研究グループは抗うつ薬などを使って研究を行ったところ、抗うつ薬の一つが効果的に働き、マウスで行った実験でもマウスの生存期間が 15% 伸びたそうです。この抗うつ薬と抗がん剤を併用して治療することで、今まで以上に効果の高い治療となる可能性があるのです。まだまだ臨床試験の段階ですが、今後脳腫瘍の治療には抗がん剤だけでなく抗うつ薬も使われるようになるかもしれませんね。医学は常に進歩しており、うつ病の治療薬や治療法も新しいものがどんどん出てきていますが、うつ病治療の研究から他の病気の治療につながる発見があるのもなんだか嬉しいものですね。私自身は医学には貢献できませんが、障害年金のサポートという形でうつ病者の精神的不安を改善できればと日々考えています。経済的不安が小さくなればうつ病改善にもつながってきますので、うつ病で仕事も困難な状況にいる人は、ぜひ私たち全国障害年金パートナーズに障害年金について相談してください。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。